ここまではヒット2本という成績です。ここでヒット出るとね、猛打賞ですか。痛烈な打球、大きい、これは大きい。さあ追加点、入った入った入った。スリーランホームラン、栗原今シーズン初ホームラン。8回の表、亀吉のホームランを放ちました。いやー、広島すげーな。止まらないわ。選手全員が出迎えます。3点を追加します。やっぱリードは一気に7点ということになります。福原とアンドゥ、もう一度見てみましょう。よかったのかな。まあでもたまたまっていうのもあるよな。